皆さんこんにちは。今回もスプラックスでプレイングサッカーのシャッフルモードですね。はい、世界中の選手からランダムに選抜して世界にたった一つだけのチームを作り、やるたびに完全に新しいチームが出来上がります。カルロス・モラレスですか。メキシコの選手ですね。フットワークとドリブル、カウンター動き出した、あとディフェンス能力高いのも見逃せないですね。真ん中で使ってもいいぐらいの、はい、でスイスのストライカー、イングランドのサイドミッドフィルダー、ダビド・シルバー。はい、スペインのね、マンチェスターシティに所属している、テクニシャンですね。ウィング、インサイドハーフの起用が多いですね。ヴェラッティ、はい、イタリアの若き天才、身長ね、163センチぐらいですけど、非常に強力な、まあ、能力見て分かる通り、ロングフィードの精度、ドリブルと、あとね、プレッシングも悪くないですね。オーストラリアのマッカイですか、キエリーにいますね、イタリアのセンターバック、ドイツのムスタフィー、センターバックですね。でウルグアイの選手、イングランドのセンターミッドフィールダーと、キーパーベルギーのクルトワが入ってますね。はい、で控えが東口、原口、森重、塩谷と。なるほどね。さあセンターフォワードをどうするか。この人ストライカーですね。もう一人欲しいな。動き出しありますね。どうしようかな。はい、まあなくはないですね、この形で。原口、いやーここ外すのかもったいないですね。まあキエリーには入れたいんですけど、まあ、サイドのダビド・シルバーか。そうですね、原口サイドで使えますか。しょうがないですね。でちょっと苦しいかもしれない。森重も入れるか。このね、ムスタフィ外れちゃうのもったいないですね。はい、ちょっとね、これで行ってみたいと思います。原口もね、サイドに逃げちゃってるんで、まあ、ただね、ゼロトップで、ワンストライカーさすがにちょっと不安なんでね、一回、これで見ますか。はい、何が起こるか。相手は？コスタリカ。はい、これはいけるでしょう。KD にね、もう、まあセンターフォワードに上げてもいいぐらいの。頼む、マッカイ頼む。えい、塩谷が行きます。こうなると逆にね、なんか不安ですね。ちょっと原口ウィンガーもね、どうなのかっていう話に。頼む、危ない。はい、はい、真ん中で作って、はい、この形になるとね、コスタリカとしては苦しいですね。はい、コスタリカ完全にね、引いて守るチーム作りしてるんで、いや、今ね、ナバスのファンブルの方向ちょっとおかしかったですね。はい、かわしてシュートをうまくね、打ちましたけど、得点には至らずと。はい、ここね、カルロスが入ってきてますね。で、はい、ミドルシュートですね。ナバスちょっとファー抜かれちゃいましたね。原口が行きます。ガンボア。まあ、ハイプレスには効いてんのか。はい、ダブルシルバー起点のカルロスから、真ん中でうまくトラップしてシュートでいったんですね。ここにね、ぽっかり空いたスペース、うん、はい、奪って、これもね、はい、かわして、いやー決まるね。ちょっと何この人。いや、シュートないですね。ちょっとまぐれですか。ではミドルシュートね、相当入ってますね。原口が行きます。はい、これ奪えるか。はい、奪って、なんかこの辺スペースが大きいですね。はい、もうまたこの人のミドルシュートですね。うん、まあコスタリカね、人数は足りてると思うんですけど、なんかね、空間がよく空いてるような、そういう見え方がする。はい、はい、これもね、真ん中でフリーですね。はい、まあね、人数が足りてるディフェンスってね、こういうこと起こりやすいですね。チーム全体が組織のディフェンスにね、なんとかなるだろうっていうか、組織で守ろうっていう、ね、意識が強すぎると1対1の場面で、球際強行に、ね、行きづらくなって、人数は足りてるけどずれてずれて最後ね、決められてしまうと。はい、そういう状況は起こりうりますね。はい、同じような形。相当ね、フォーメーションがハマってますね、これ。はい、5-0 ですね。
ここまで点が決まると。ケリーに前にしてスタフィンも入れるかな。センターフォードですね。で原口ちょっと戻しますか。そうですね。でカルロス、この人ずらすか。得点ね決めてるんでずらしたくないですけどね、あんまり。もう一人入れてもいいぐらいだな。ツートップにするとか。ムサビヘディングありますからね。いやでもちょっとそれやりすぎか、やりすぎかもしんないな。やってみますか。はい。もう相当にね、攻撃に偏らせた形。はい。これで何が起こるか見ていきたいと思います。ダビド・シルバ相変わらず右側起点ですね。はい。シルバがプレス。はい。下げて。はい。細かくつないでね。ここ空いてますね。いやー、いない。ちょっと操作ミスです、今の。はい、完全に枠の外に蹴っちゃいました。はい、またカルロスの、ミドルシュート、キーパー正面と。はい、ダビロシルバからファークロスシュート。はい、形はねいいですね。はい、当ててサイド展開しても、これあーラストパスか。うわー入っちゃった。はい、この人ね今スルーしちゃいましたね。キエリーにいるんでね、できれば、クロスですね、フライボールで頭に合わせる形、演出したいですね。はい、奪って。あ、無理か。はい、ムスタフィ。ちょっとね、やっぱり、センターバックなんでね、動き出しが足りないですね。これついていかないと。はい、ついていきましたね。はい、ベラッティが、そうか。ちょっとベラッティ起点の攻撃完全に忘れてました。あ、ベラッティね、パスが非常にいいんで、うまくね、ロングフィード、フォワードに出せば、そのままね、攻撃の起点になる可能性もありますね。はい、シルバのシュート。おぉ、外れた。はい。まあ、やっぱり今の動き出しのなさですね、ちょっと。なかなか、センターフォワード抜きでゲーム作るの難しいかもしれませんね。はい、ベラッティの活躍から原口と。これコースが空いてんだよな。はい、空いてましたね、やっぱり。真ん中から空き。はい、ムスタフィが行きます。はい、で、奪って。いやー、ここね、取られてますね。はい、原口からムスタフィ当てて、ダビロシルバー。ここね。はい、あ、うまいですね。足元ですけどね。はい、KD に2点目ぐらいですか。うん。はい、原口奪って、モラレス。えい。ムスタフィのシュートはキーパーと。はい、ちょっとね、ムスタフィが決めきれなかったですね。まあ、KD にはね、それを補ってあまりある能力というかね。いや、抑えとか。はい、というわけで。8対0ですね。はい。まあ、ナバスがいなければね、10点ぐらい入ってましたね。後半ね、ケンリーンとムスタフィですね、2人をセンター、2トップにしましたね。ケンリーンには働き十分、ムスタフィはちょっとね、基本的なセンターフォワードですね、能力がちょっと足りないと。まあ、本職センターバックなんでね、しょうがないですね。はい。まあ、あとは、原口をウィングから、センターミッドフィルダーに、交代しましたね。今回ね、ウィングでも十分に起点になって、プレスにも効いてよかったですね。やっぱりね、原口をウィング起用すると、ハイプレスのかかり方ですね。特に相手が、まあ、サイドの位置がね、低い時とか、原口とマッチアップする形になってくれるなら、ですね、ウィングで十分に効いてくれるって感じですね。まあ、ただ適正としてはやっぱりね、センターミッドフィルダーで、ガンガンプレスかけてもらった方が、ありがたい気はしますね。はい。で、あとは、ダビド・シルバですか。まあね、この辺はもう他と遜色なくね、カルロスも良かったですね。足元の技術、コスタリカをね、だいぶ圧倒するような感じでボール回しできましたね。今回、パスサッカーでしたか。はい。前半はパスサッカーで、後半はね、割とカウンターに近い形のサッカーも展開されてました。ショートカウンターですね。はい。まあ、ただやっぱりね、落としと、シュートの関係性でですね、これが、常にあったと思うんで、まあ、やっぱりパスサッカーですね。はい。コスタリカはね、なかなか、止めきれなかったですね。人数は足りてるんですけど、どっかでね、
ボールホルダーに対して強くいくか、あるいはインターセプトリリースクを犯した、カットの仕方をするかですね。これでボール奪わないと、なかなかね、引いて守るサッカーであっても、カウンターは成立しづらいと、はい、いう状況になっていたと思います。まあ、前提的に非常にうまくプレーしたと思いますね、この発展は。はい、まあ、何が機能したのか。まあ前半ね、センターバックかけてたんですけど、得点ね、伸びましたね。ケリーに完全にボール一回も触ってなかったでしょうからね。はい。まあ、コスタリカみたいな引いて守るチーム相手には、個の力でね、突き抜けるやり方もありますけど、今回ね、ディフェンスの仕方がちょっと、つたないというかね、はい、引いて守ってる割には得点を、球際がね、緩かったりとか、そういうね、守り方だったんで、こうなるとね、組織的な力で、崩されてきたときに、大量失点を許すっていうね、感じになっちゃいますね。ケーラー・ナバスも、あまりね、止めきれなかったですね。そうですね。最初にミドルシュートが、大量に決まってね。まあでもあれもね、入る可能性あるシュートではありますね。あそこをやっぱり、シュートブロックね、強くいかないと。はい。ナバスの信頼感があったとしても、ミドルシュート入ってしまう可能性があると。いうところでね、コスタリカやっぱり全体的にね、最後で体張るところ、球際で体張るところが弱くて、組織の守備にだいぶ偏りすぎてた面がありますね。はい。という感じですね。はい。というわけで今回はサッカーコスタリカ代表相手に8対0でした。また次回ショーフルも出ていきたいと思います。今回はこれで失礼します。